はい、どうもゆうです。今回ですね、ベドナ紹介していきたいと思います。もうちょっと作成期間終わってしまったんですけど、ちょっと僕仕込みずっとやってて全然パック回せなくて、ベドナの最終日にわざわざ移籍リスト開けてまで作りました。はい。で、理由はリビライとか CF やってて、もうベドナにめちゃくちゃやられたんですよね。スタメンベドナ、しかもこのフィニッシャー持ち、特にフィニッシャー持ち、スパサブで使えた時はなんかそこまでやられた印象はないんですけど、スタメンベルナがめちゃくちゃ強い印象があって、まあ、実際自分で使ってみたら、早速、まあ、何試合か使ったけど、1試合目一発目とか特に、いきなり、1ゴール3アシストでした。はい。もうぶち抜きまくりです、サイドから。で、能力なんですけど、まあ、ペースが96ですね、加速98のスピード94。で、フィニッシャーでシュートが、攻撃ポジション99の受け手力99。シュート力が95で、ボレーが98の PK が90、ドリブルが、ビンシャス94のバランス、87、ドリブルが99と、レース差も86、ヘディングが92のスタミナ95で、フィジカルが82なんですけど、なんかフィジカル82かって思うぐらいのフィジカル負けない、マジで強い、なぜか分かんないですけど。で、まあ、本人ゴール決めてるし、まあ、2勝も期待あるし、ワンチャン11ゴールも期待できるし、まあ、3試合出場も期待できるから、これ本当ワンチャン9293とかなればめちゃくちゃ強いなと思って、もともと89で使えた時ってなんかそんなに印象なかったけど、なんか90になって化けたなっていう印象もあるんで、1上がってこんな変わるっていうぐらい、まあ、印象がありますと。あと、まあ、チップシュート、まあ、ここはあんま使わないですけど、パワーシュートいいですね。で、ここが優秀なんですよね。容赦なし。もうこの選手の容赦なし結構立ち悪くて、ずっと使用感変わらない。スピードも落ちない。でもディフェンスとかは若干落ちたりしてるから、もう元のスタミナ高い割にこれ持ってるから、ほんとスタミナ落ちないんで、ずっとこのスピード感にできるっていうのはほんと強いなと。で、まあ逆語もいいし。で、テクニカル持ってて、迅速とファーストタッチと、瞬速。まあ、これもめちゃくちゃ良いし、やっぱスピード乗った時ほんと速いんですよね。で、テクニカルも乗ってるからドリブルもめちゃくちゃしやすいし、なんか、やっぱり強いなっていう印象ありました。スパサブだと、ちょっとドリブル値が上げれてないから、やっぱフィニッシャーにしてることによっての軽さなんかなと思うんで、ぜひスパサブで使って方とかは、一回騙されたと思って、スタメンで使ってもらえたらなと思います。結構対戦してても、ベルナー使われた、こいつ結構高かったんで、まあ、持ってるけど、ま、もう外してるんだよなって方とかは一回騙されたと思ってマジで使ってみてほしいです。別にスキル5にこだわらない方とかだったらマジでベルナ強いから騙されたと思って使ってみてください。まあ、この後試合動画流すのでよければ見ていってください。パワーシュートがね、マジで。いいね。いや、フリットやっぱ強い。壁やん。ああ、突っ込んだらあかんねんな。ベルナー、ベルナー、これでしかも3上がる可能性あるでしょ。まだとりあえず1は決まったからさ、またやばいよね。これより強くなるって。いやー、かわされるか。ハマったと思ったけど、
やば、ディフェンほんまにあかんじ、優秀やばすぎる、ほんと。いやー、詰めれんか。惜しい。ナイス。いや、きついわ。そのボードはきつい。普通にもうちょっと足元でよかった。ああ、マジか。ナイス。いや、ちょっと今のはきつい。いや、ただカードは結構きついっすよね。チェルシーシティっすよね。まあでも3試合は多分途中交代含めては出るやろうから、4点、4アップぐらいはね。いや、マジ、ベルナーは使われててめちゃめちゃうざかったんだよ。フィニッシャーつけ、フィニッシャーのベルナーが。対サイド使われててほんまに嫌やった。早いし、なんかボール取れないし、理不尽さあるし。一試合通してずっとスタミナあるし。で、パワーシュートを狙えるし。ドリブル軽いんよな、普通に。手で自分で取ってオフサイドになってたの。あれ？ちゃうわ。ごめんなさい。違う人と勘違いしてるわ。ベルナーじゃない。それ違うわ。うん。違う人と勘違いしてました。すいません。その2枚、その2つだ。俺誰のことと勘違いしてんのやろ。誰やったっけな。さっきアップグレ情報見とったのに。そうですね。フラムとルートン。取ってなまそうや。あれ、チェルシーシティとやるのでどこやったっけ。あ、アーセナルや。外した。アーセナルか。アーセナルじゃなかったっけ。そうそう、勘違いです。ごめんなさい。めちゃくちゃ勘違いしてた。トッテナムじゃない。思いっきり俺違うチームと勘違いしてる。もうだから、そう、11点は結構現実味出てきた。11点でなかなかないと思ったけど、バンバン出てるよね。バイエルも8点取ったし。いやー、それ爪のとこ甘い。マニッキーサイだけど爪のとこ甘いわ、マジで。このパワーシュートがマジで強い。ほんと強い。
いや、稼ぎ時ですよ、本当。それでいいと思いますよ。なんか。自分ももう仕込める限界までいってる。コイン全体はいけてないけど、枚数の制限まではいってる。やば。いやーブロックできんか、さすがに無理か。もったいないな今の。いやホイルンド、ホイルンド頼む。あそこについていってる。ナイスベルナハットトリック。ナイス。体強っ。ビクトも戦後あったやん。ナイス。いい形やな今の。やばい、そのパスは余計やな。いやいやいや、ボニフェイス強すぎるって。ナイス。いやそこ無理な。惜しい。
いやーそこ取り切れないんよ。あそこ出したくなるんよな、ボニーやったら。わかるな。ベルナ、これがベルナ。今ですね、一応転売情報としてまあ、ディスコードの方を、まあ、運営してまして、まあ、入る条件としては、Twitch のサブスクですね。あとは、一応 YouTube のメンバーシップも復活しました。まあ、このどちらかを入っていただければ、ディスコードの招待送ります。で、まあ、リンクに関しては概要欄の方に貼ってますので、そちらから、お願いします。わからなければですね、僕の方の X に DM していただけたらと思います。で、まあ、登録後、僕の、X にまた、DM していただけたらそこから招待の方も送りますので、よければお願いします。まあこれ、まあざっくりとした、まあ紹介文ですね。まあこういうのをあげてますよっていう感じのです。まあその日、各毎朝、更新してます。で、あとはですね、これ以外にもリンク貼って、まあこれ以外の選手っていうのも別でおすすめに出してたりもしてます。あとはですね、まあ SBC であったりとか、まあ、過去作の TOTY についての、まあ、説明であったりとか、まあ、イベントですね。過去作で出てたイベントとか、まあ、こういう時期はこういうのは高いですよっていうのも紹介とかも、したりもしてます。で、あとはですね、まあ、他にも、まあ、リーク情報とかも、ちょっとここに画面映しちゃってないんですけど、リーク情報とかも、出したりとかっていうのも含めてやってます。はい。まあ、この下にアップグレとか、ブラックフライデーとかもいろいろ貼ってるんですけど、はい。で、まあ自分の成功した案件とかも、その辺も載してるんで、まあ自分がやって転売とかも参考にしてもらえるかなと思ってます。はい。ですね、以前入ってた方とか知ってると思うんですけど、もともと転売情報とか質問系っていうのは全く一緒にしてたんですけど、質問のも結構数多くいただいてるので、ちょっとサーバーを2つ分けました。今2つ運営でしてて、まあだから転売情報だけ欲しいって方は、こっちだけをまあ通帳にして、もし質問の方でこう数が多くて、通知が多くすぎた間っていう方は、こっちは通帳付とかに分けるように、まあ二つに分けてて、まあこっちであれば、例えばまあプレイの質問であったりも OK ですし、まあスカットの共有とかですね、スカット相談とか、あとまあ雑談も含めて、まああとご質問は、まあ市場転売とか、転売以外っていうのが、まあ先ほど言ったプレイとかになってきます。まあこういうのも、やってますので、まあ、転売以外のところも、まあ、質問できる環境にはしてます。まあ、初心者の方とかも含めてですね。まあ、ちょっと対応もずっとできるわけではないので、極力早く対応はしようとは思ってるんですけど、自分の空き時間とか、まあ、僕以外の方も、お答えしていただいたりもしてるので、よければ興味ある方はぜひ入ってみてはどうかなと思います。はい。